ちは、かおりんです。今日は、そろそろ夏も終わってしまうということで、今年の夏に買ったものの紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。で、まずは髪型を最近変えました。ストレートパーマ、すごく久しぶりかけてみました。というのも、以前に髪の毛にちょっとダウンを入れたんですけど、一番短い髪の毛でこのちょうど肩に当たるぐらいまで切ったんですけど、そしたらそこがすごく外に跳ねるようになってしまって、毎日のヘアスタイルを決めるのがすごく時間がかかるようになってしまったので、その煩わしさから解放されるためストレートパーマを当てました。いやー、いいですね。もう何も困ることなく、このままの状態ですぐどこかに出かけることができます。けどちょっと前髪だけヘアアイロンで少し内巻きにしてます。それぐらいかな、はい。で、その時の美容室でシャンプーとヘアトリートメント買ってきました。ストレートパーマを当てる時に結構熱を加えることが多くて、その時に髪の毛が痛むらしくて、そういったダメージをケアすることと、あとストレートパーマをできるだけ維持してくれるという、そういったもの成分が入っているようです。美容室でこういったシャンプー、ヘアケア用品を買ったことがなかったので、どんなものかなと今試している最中です。はい、続いて2つ目は2冊の本です。こちら側が牟礼陽子さんの母の話という1冊で、こちら側が池澤夏樹さんが翻訳をされているサンテクジュペリの星の王子様、この2冊を今年の夏は買って読みました。はい、ちょっと光っちゃうのでもう下に下ろします。で、この2冊どちらも集英社文庫から出ているもので、もう夏市2014、こういった感じの帯がついていました。はい、で、これこの夏市2014集英社文庫の帯がついている本を買うと、こんな感じの限定のブックカバーがついてくる、そういったシステムになってます。で、いろいろな種類があるんですけれども、私はこの夏っぽい感じのストライプのタイプと、リバーシブルになっていて、裏が全面こんな感じの、一面水色でこんな感じの可愛いイラストが書いてあるものを私は選びました。といっても私、本を読むときはブックカバーを全部外して読むタイプなので、未だに使ってなくて使ってません。はい、全部読み終えたらつけようかな。はい、そういうことにします。はい、次3つ目は、友達とバーゲンに行った時に買った新しい服です。白色のこんな感じのサマーニットを買いました。少し首が、広いタイプのものです。こんな感じで着れるやつです。すごくデザインはものすごくシンプルです。で、ここのサイドにこんな感じの飾りボタンがついてるものです。で、三宮のビッキーで買いました。また来年の夏しっかりと着ていこうと思います。はい、で、次は
4つ目はこれにしよう。文房具、シャーペンとシャープペンの芯を買いました。新しいやつです。で、なんでこれを買ったかっていうと、私シャープペンシル画というのを書いているので、結構シャープペンシルを見に行くことが多いんです。はい、すごい地味な作業なんですが、自分の手にフィットするシャープペンを結構探してます。はい、で、これはゼブラ社のディアフィット LT っていう種類のシャープペンシルです。パールピンクとパールブルーの2種類を買ったんですが、なぜかというと芯の方を HB と B の2種類の濃さを使っているので、わざわざ芯を変えるのちょっとめんどくさいので、それぞれの芯の濃さに対して1本ずつ使っているので2種類買いました。すごい書きやすくて気に入ってます。で、5つ目はチェルシーニューヨークという雑貨屋さんで買った芳香剤です。こんな感じの芳香剤です。で、ちょっとメモを取ったんですけどこれはアートラボさんから出ているフォーシンフレグランスジェルというタイプの中のソワレというタイプの匂いのものです。はい、で、引き続き、ライラック、バイオレット、ローズのフローラルノートにザクロ、ジョンキル、ジンジャーをトッピングした香りです。ジャンルとしてはエキゾチックな感じの匂いがしますけど、エキゾチックといってもそこまで強みのある香りではなくて、すごく優しい香りです。これからの季節にぴったりな香りで、すごく気に入ってます。で、なんといってもこのパッケージがすごく可愛いんですよね。で、中もこんな感じの全体的に淡い紫色のゴムボールっぽいものが入っていて、見た目がすごく可愛いんです。とても気に入ってます。で、それのつながりで車用の芳香剤も買ってます。はい、これはほんのりした甘さと清涼感のフローラルグリーンティーの香りです。これもすごくすっきりと、甘さはあるんですけれども、すごく清涼感や爽やかさのある香りで、とても気に入ってます。秋はやっぱりこういうなんかすっきりした感じの香りが似合うかなと思って買ってみました。両方ともすごく気に入ってます。両方とも多分いろいろな雑貨屋さんで売ってると思うので、よかったら匂いを試してみてください。すごいどちらともおすすめです。6つ目は、前ショートビデオでも投稿したんですが、最近岩崎千尋店に行ってきました。その時のお土産として購入したものがあるので、それの紹介をしてみようと思います。こんな可愛い紙袋に入れてもらうことができて、すごく嬉しかったです。こんな感じの岩崎千尋の水彩画のタッチのとても可愛い絵が描かれている紙袋です。それではまず1つ目はこういうまた別の紙袋に入れてもらったものなんですが、それがポストカードです。今回は気に入ったものを3種類買いました。じゃあまず1枚目はこういうポストカードです。一枚一枚タイトルがついているんですが、これは花を持つワンピースの少女というタイトルです。1969年頃に、描かれたもののようです。
背景のこのにじんだブルーと女の子の顔や腕以外すべて白色、そういった中にこの黄色い花がすごく生えていて、なんかすごく目に留まったのでこれは買おうかなと決めました。なんか全体的に花が描いてあって明るい雰囲気のように感じるんですが、このブルーが少しなんか寂しげで儚げなところがまた気に入ってます。そして、2枚目、2枚目は今回の展覧会で一番好きになった作品です。それがこれです。タイトルはバラと少女というタイトルです。1966年に、描かれた作品です。で、なんといってもやっぱりこれはバラが描いてあるところが一番のお気に入りポイントです。私はすごくバラが好きで、この作品を見た瞬間になんで素敵な作品なんだろうと思って、もしポストカードがあったら絶対に買おうと思って決めました。で、またここに立っているこの女の子の着ているワンピースも周りのバラとお揃いの色ですごく可愛いなと思いました。で、そこの展覧会には千尋のこの選んでいる色の中でも補色の関係について書いてありました。補色っていうのは色相関でいう反対の色同士の色味のことなんですが、この絵の中だったらこういったバラや女の子の服と比べてこの女の子の履いているソックスが唯一のこの寒色系で、周りのこの温かみのある赤色っぽい色と真逆の位置におよそ値する色で、そうすることによってお互いの色がすごく引き立つ、そういった効果を表すという関係性なんですが、こうそういった技術的な面を多く絵に表しているということを展覧会では知ることができました。3枚目はこれです。これは紫色の馬と少女というタイトルで1971年に描かれたもののようです。千尋さんは多くの子供の絵を描かれているんですが、私はその子供の絵の中でも特に横顔がすごく好きで、子供特有のちょっと小さめの鼻がちょっとツンと上を向いてるところが可愛かったり、この瞳もすごくつぶらなんですけれども、なんかとても純粋でまっすぐで、そしてなんか強い感じがしてとても惹かれる部分だなと思いました。で、絶対に1枚はこう向いた子供のなんか絵が描いてあるものを買おうと思って見ていたらこの一枚があったので決めました。次はこんな感じのキーホルダーです。先ほど紹介したバラと少女のポストカードと同じ絵が描いてあります。これは車の鍵をつけようと思ってます。すごいかわいい。次はこれです。これ、なんていう名前かっていうと木星千尋ミニアートというもので、こういう木の枠がすでについているもので、中は親指姫の絵本の一コマの絵が入っていました。ボックス型になっているのでそのまま置くこともできるし、ここをまっすぐ直して紐をつけるとこんな風に吊るすこともできるという、そういったものです。はい、そして最後が
今回はこんな感じの画集を買いました。千尋花の画集です。いろいろな画集があったんですが、その中でも私はあの花の画集を選びました。花の画集というだけあって、千尋の絵の中でもこんな風に花も多くモチーフに使われている、そんな作品がたくさん収められている画集です。あの千尋さんのこの水彩画の淡いタッチがすごくあの植物と相性がいいなと思って、すごく魅了されました。もうどの作品もすごい素敵で、もうずっと見てられますね。もうずっと見てられるんですよね。あ、バラと少女もここの中に入ってます。うん、あ、そうそうそう、これこの表紙もそういえばバラと少女なんですよ。やっぱりいいですよね、千尋さんの水彩画の、 あの優しくて淡い、そして柔らかい世界観に浸ることができたので、とても充実した展覧会でした。もし岩崎千尋さんの展覧会がお近くの美術展でありましたら、よかったら行ってみてください。すごくいいですよ。で、7つ目はこんな感じのプレゼントです。これはお母さんの誕生日が近々あるのでプレゼントを買ったんですが、中は今私とお母さんがハマってるヘアクリップ集めって言っても私2つしか持ってないんですけどちょっと高めのヘアクリップを奮発して買っちゃいました。プレゼントなのでちょっと中は開けることができないんですけど、お母さんの好きなミントグリーンの色をしたヘアクリップを買いました。以上が今回の今年の夏買ったもの全ての紹介です。夏も終わりと言いますが、まだまだ湿気があったり雨が多かったりと、なかなか清々しい秋は遠いようなんですが、体調など崩さないように皆さんも気をつけて、私も気をつけます。ではまたの動画でお会いしましょう。今回もここまでご視聴どうもありがとうございました。